石狩市では午前10時から小さな子どもから大人までおよそ500人が参加して砂浜に落ちていたゴミを拾っていきました。これはコープ札幌などが進める北海道 SDGs 推進プラットフォームの取り組みで、プラスチックゴミによる深刻な海洋汚染問題に対し自分たちのできることから始めようと、おとといと今日の2度に分け、道内55箇所の海や川などで清掃活動を行っています。今日は雲の間からわずかに日差しが差す程度の肌寒い天気でしたが、参加者はビニールやペットボトルといった砂浜に散らばるプラスチックごみなどを次々と集めていました。